おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決ですゲーム続きやっていきたいと思います。前回は探索パートだったんだよね、確か。で、ちょっともう見た方が早いね。ちょっと行こうか。あれだよね、そう、これ。いろんな人形たちがいて、人形からなんかチャプンって音するんで、ストローを頭に刺して水分補給しろってことなんじゃないですか、みたいなことを言ってたとこだよね。で、確か拳銃が見つかったんだよな。で、これ、刑事さんに銃弾、この偽物の方を、ダミー弾丸、あ、6つも持ってんのか。そう、これを所持してるよっていうのを見せたら調べるからちょっと待っててね、みたいなこと言われた、みたいなとこだったよね。そうだね。おまわりさんがしっかり調べてみるよと。少し時間をちょうだいね。だから他のところに行って何か要素を見つけてくるんだと思うんで、ちょっと行ってみましょうか。他の場所を探索するか。お!おっと、サラちゃん。ちょっと待っ、はい?部屋を出る前に振り返ったその時だった。あれ、サラさん行かないの?なんだ?サラさん、大丈夫?目の前のドアに鉄格子が現れ、外に出た層と分断された。私たちは、閉じ込められたのか?かない。何かこじ開けられそうなものを探してみる。まずいことになったね。サラ、怪我はねえか?ああ、私は大丈夫だが。くそ、罠だがや。何が起きるかわからん。気をつけろ。おいおい、そんなに身構えるなって。誰だ?誰の声だ?はっはっは。細けえことを気にすんなよ。俺はこの部屋の主だ。主とでも呼んでくれよ。まあ早速だが、これからゲームのルール説明をさせてもらうぜ。ルール説明ですか?そりゃそうだよ。ルールも知らねえで命かけんのか、お前は。水凶だね。命をかける？簡単なお遊びさ。この部屋には今お前ら5人の人間がいるだろ。部屋を見渡せ。空いている席は4つだ。1人はチャレンジャー、残り4人は席に座り的になってもらうぜ。的だ？何の的になれっちゅうんじゃ。おいおい、この部屋でクールな武器をくれてやっただろ。リボルバーの的になれって言うんかじゃ。え、それで、そのルールってのは何だい?もちろん死なずに済む方法があるんだろうね。ははは、当然だ。ただ死ぬ仕掛けなんてユニークじゃねえだろ。けどな、まずはチャレンジャーを誰にするか決めてもらわないといけねえ。内容も知らずに撃つ野郎を決めろって言うんかじゃ。なもん誰が的になるっつんじゃ。チャレンジャーは安全なのか?うわ、スリルを味わえるのは的だけだ。残念だったな。そうか。サラ、お前にチャレンジャー頼めるか?ジョー君。ふざけんな。勝手に決められっちゃいいわけねえだろ。さすがに女の子に銃を撃たせるのはいかがなものでしょうか。おまわりさんは賛成だな。サラちゃんは頭が切れる。サラ、どうよ、自信は。まあ、サラちゃんの後ろに、こう、ゲーム脳の私がついておりますので、できないことはないと思うんですけどもね。ただちょっと、責任が重すぎませんかね。4人の命背負うってことですよね。キッズ。自信?いや、ここでないなんて言えないよ。あるに決まってんだろ。ジョーは、あの時、私が託した願いに応えてくれた。今度は私に託そうとしているんだ。そうね、最初の試練のやつをジョーに託したからね、私たちはね。応えてみせる。絶対に。
私にやらせてください。無理だ。賛成できねえ。信用してねえわけじゃねえが、悪く思うな。多数決。おそらく一番の解決策はそれです。ここは話し合ってから多数決で決めませんか？それしかないかもね。あ、わかった。そうしようぜ。さて、呼吸が整ったら声をかけてね。おまわりさん、ここでじっとしてるから。なるほど。ちょっとじゃあセーブしましょう。みんなのこと、生きてるデータちゃんと取っておくから、死んでも大丈夫だよ。最悪、メタすぎる。話し合いの心構えはできたかい？いけます。サラちゃん頑張ろう。おまわりさんはいつでも味方だよ。刑事さん、なんでこんな知り合ったばっかりの私にこんな優しくしてくれるんや。挑戦者を決めろ。で、まあ、ここに残ってるメンバーが、まあ、5人しかいないから。んじゃあ、チャレンジャーってやつを決める話し合いをするぞ。意見が分かれた際は、最終的に多数決を行いましょう。サラ、分かってるよな。お前が信用できるってところ、ヒュー太郎さんに見せてやるんだ。はい、じゃあ、議題を選ぶってことで、ヒュー太郎さんの議題を選ぶのかな。最も信頼できるやつにチャレンジャーをやってもらおうが、この議題を選ぶと。理論はねえな。そんじば話し合おうぜよ。対話展開。単刀直入に言うぜ。俺は銃器の扱いに経験がある。チャレンジャーは俺に任せてくれ。それ本当っすか？嘘は嫌いじゃけ。 USA 行った時にドッパドッパ打ち込んで慣れたんじゃ。訓練はしたってことね。おまわりさんも正直に話そう。キュー太郎、君に経験があったとしても信頼はできない。あ、そうかよ。悪いね。空気が張り詰めてしまいましたね。私は決めかねております。サラさんに責任を負わせることは心苦しいですね。まあね、4人の命を背負うって意味ではかなり責任重大だからね。大丈夫っすよ。サラは鋼のメンタルだから、鋼っす。なんだそれ。鋼？そこに引っかかる意味はないんだけど。どうだサラ、何か反論できそうなことはあったか？反論か。自分から言えることはあまりないんだよな。少し考えてみるよ。困ったら俺に聞けよ。一緒に困ってやるぜ。いやー、いいわ。解決はしてくれないのか。いや、一緒に困ってくれる人がいるってね、結構心強いよ。なるほどね。じゃあちょっと引き出してみようか。単刀直入に言うぜ。俺は銃器の扱いに経験がある。チャレンジャーは俺に任せてくれと。この国では銃を扱えっち人間なんて限られてる。俺の経験は貴重だろ。ゲームの内容がわかりませんが、技術を求められた場合は信頼できますね。なあ、俺は何も自分が安全になりたいとは思っちゃらせん。ゲームクリアする最善の方法を考えとるだけだ。確かに、キュー太郎さんの言うこともわかるけど、合理的に考えてみようぜよ、お前らも。俺たちだって、考えなしってわけじゃねえっすよ。じゃあ全員の話ちょっと引き出してみようか。サラさんに責任を負わせることは心苦しいですね、と。そうね。ただ、自分が銃を扱える自信はないです。どなたかにお願いしたいところですね。もちろん、こういうことに向いている人が一名いるのですが、なぜだかその人は立候補しません。そうね、刑事さんだっておまわりさんのはずなのに、だから銃の扱いは訓練受けてるはずだもんね、刑事さんはね。理由はわかりませんが、本人が拒否するのであれば、お願いする気には起きませんね。困ったものです。そうね。おまわりさんも正直に話そう。九太郎、君に経験があったとしても信頼はできない。俺たちには時間が足りてない。信頼を深め合う時間がね。その通りですね。しかしあなたはサラさんをとても信頼しているようですが。お、わかる？私が思うに、サラさんとジョー君が
知り合いだからでしょうか。二人が互いの身分を証明するゆえに信頼できると踏んだのですね。そんな打算的に見える？おまわりさんショックだね。これはただの直感だよ。おまわりさん、人を見る目は自信あるんだ。なるほど。しかしあなたの話には一つ抜けている点がありますね。へえ。うん。なんだろう、何が抜けてた？まあ、ジョー君に聞いてみるか。緊張した顔すんなよ。いつもみたいにドーンと大物ぶった態度でいろって。お前は私を何だと思っているんだ。園部の高校のゴッドファーザーだろ。まったく真面目に考えてくれないか。あー、信頼の上げ方がわからない、反論の仕方がわからない。そうね、反論の仕方、いやそうな、九太郎さんに信頼してもらえる方法がわからないね。みんなに信頼しろと言っても難しい話だ。私自身ただの女子高生だからな。確かに理屈で考えりゃさらには不向きだもんな。だったらよ、誰かと誰かの発言を戦わせてみたらどうだ。発言を戦わせる？なあ、対立する発言同士をぶち当てて対話の発展を狙うんだ。他人の言葉を借りるわけか。やってみる。なるほど、操作説明。討論 VS バーサスをタッチすると選択した人の発言を別の誰かにぶつけることができます。ほい。うまく対立する発言だった場合、対話が発展します。なるほど。ちょっと待ってよ。信頼できない、俺に任せてくれ、決めかねていますってことは、刑事さんの発言を、ストックして、九太郎さんに当てればいいのか。ほう。九太郎、君に経験があったとしても信頼はできない。なんでだ？こん中じゃ一番、こん中じゃ経験値重要なもんじゃねえのか。このゲームは銃の腕前が必要とは思えないからね。何？部屋を見るんだ。怪しい人形たちが気にならないか？おそらくダミーの的なんだよ。ダミーだと？人間を撃つか、人形を撃つか、そんなとこかね、ゲームの中身は。重要なのは冷静な頭さ。何せ的は椅子から動かないんだからね。俺はずっと冷静だぜ。これでもな。人に銃口を向けた状態でも？お、刑事さんが怖い顔してるわ。嫌なもんだぜ。目の前の人間が自分の手で死ぬかもしれないってのはさ。そんな経験があるのか？俺には素人が平常時に受けた訓練よりお友達を救おうって決意の方が信頼できるのさ。あー、なるほどね。そうね、ジョー君のことを助けたいって思えばもう人一倍っていうか、もう人100倍ぐらいあるから、この周りの人間よりかはね。ってなったらやっぱりそうね、その思いの強さでもしかしたらね、頭がめちゃくちゃ切れちゃうかもしれないからね。わかったよ。確かに俺には無理かもしれねえ。けどな、まだ言いたいことがある。聞こうか。進展、よし。刑事、お前さんがチャレンジャーをやればいい話じゃねえか。そう、その通りなのよね、まあ。職業柄職業柄修羅場だって買いくぐってるはずだろう。確かにそれは。そうですね、私もずっと疑問に思っていました。なぜ一番適任である警察の方が自炊しないのかと。あ、自煎だったわ。自炊はあれだわ、ご飯作っちゃうわ。まあそう思われるよね。俺だって命を預けるんだったら少しでも信頼できるやつがいいんだ。自分以外なら刑事、お前さんしかいねえぜよ。刑事さん、どうしたんだ？黙ってちゃ俺たちわからないぜ。拒むなら理由が知りたいですね。このままでは今後にも影響します。このままでは話し合いを終われませんよ。
刑事さんの話聞き出してみる？刑事さんは固く口を閉ざしている。なぜ私にやらせたい？刑事さん、なぜ私にそこまで譲りたいんですか？可愛いからね。何度も言わせたいのかい？明らかにはぐらかしている。黙る理由は何？刑事さん、なぜそこまで黙るんですか？うわぁ、怖い顔してる。刑事さん、答えなさい！おぉ。みんな真剣なんです！黙ってちゃわかりませんよ！君は俺の母ちゃんか？ああ、笑った。そうだな。説明させてもらうよ。俺は人を撃ってしまったんだ。それ以来、銃が撃てなくなっちまった。情けないもんだね。その覚悟があったから刑事になったはずだったのに。でも、そんなことがあればニュースになるはずじゃ。表に出るものだけが真実じゃないさ。それだけだよ、本当。これ以上詳しくは教えてもらえそうにないか。しかしどうやら刑事さんから新たな発言を引き出せたみたいだ。なるほどね。では討論させてみる？これ。その話は本当かじゃ。なあ、仕事出れたよな。撃たれた奴は、死んだのか。トラウマってことが。期待に応えられなくて、ごめんごめん。あれ以来、人に銃を向けると頭が変になって、汗が止まらないんだ。そんな奴には、任せたくねえわな。それじゃあ、さらにかけてくれるのか、九太郎さん。まあ、待ってくれ。やっぱ不安じゃ、命なんだぞ、かけるものは。九太郎さん！ここまで、みんなの言葉を借りて説得してきた。サラ。最後は自分の言葉で、九太郎さんを説得するしかない。捜査説明、絶戦。これより九太郎との絶戦が始まります。絶戦では画面に九太郎の発言が吹き出しで表示されます。反論できる吹き出しをタッチすることで九太郎にダメージを与えることができます。なるべく大きなダメージを与えられそうな吹き出しを選んで九太郎を倒してください。もう一度聞きますか？いや、大丈夫です。これなんか、某学級裁判とかをやるゲームとかで似たようなゲームがあったからできそうな気がするわ。お前の言葉で信じるに足るか、見定めてやるぜよ。セーブします。はい、わかりました。進展。おお、かっこいい。あららららら。はい、これはそれじゃない、たかが高校生にできるのか。銃を扱った経験のないやつに用できる。これは遊びじゃない。たかが高校生にできるのか。これは遊びじゃない。そんなことは分かっています。どうかな、口では何とでも言えるぜよ。そんな、こんなの証明しようがないじゃないか。今のは失敗か。マジ？やっぱ刑事に頼むべきだ。ジョーお前がやれ。カイお前ならどうだ。やっぱ刑事に頼むべきだを論破しろってことね。刑事さんは昔のトラウマから人に銃を向けることができない体です。だがそれでも前向きでない人間にあなたは命を懸けるのですか？それもそうだな。やる気だけじゃどうにもならない。俺を信用しないのか。本当に自信はあるのか。俺を信用しないのか。九太郎さんを不審に思ってるわけじゃないです。ならチャレンジャーを任せてくれるか。それは言葉じゃなくて態度で示すんだな。やばい、難しいぞこれ。今のは失敗か。みんなはさらに任せて本当にいいのか。もっと残酷なゲームかもしれん。怪物が現れるとかな。
これじゃね。怪物ってそんなのありえない。言い切れないはずじゃ。例えばトラやライオンが出てきたらどうする。俺たちは守りきれるのか。ゲーム内容がわからないじゃん。やばい。友達を撃ち殺すかもしれないんだぞ。だからこそ絶対に私は間違えない。ジョーだけじゃない。キュー太郎さんだってケイジさんだってカイさんだって誰の命も奪わせない。私以上に仲間を思う気持ちは今のキュー太郎さんにはないはずだ。そりゃそうだな。俺からすればさっき出会った赤の他人だ。全員な。お前さんの友達を思う気持ちかけてもいいんだな。任せてください。変な女子高生じゃ。これ大丈夫なの。結構失敗したけど。疲れたぜよ。私もだ。こんなに声を張ったのは初めてだ。本音で言い合ったっけ。なんだかすっきりした気分だがや。さて話も落ち着きましたし、そろそろ多数決しますか。そうだね。二人にはお疲れのところ悪いけど始めようか。多数決2、3、1。お、でもカイさんはキュー太郎さんに2票入る。あえ、カイさんはキュー太郎さんに入れるんだね。へえ。どうやら決まりじゃな。さすがに異論はないよね。仕方ないギニ。サラ、お前さんの言葉じゃいまいち信用しきれなかったのは確かじゃ。けどな、お前さんを信じた男が二人もいるんだ。そいつらを裏切んなよ。そうすりゃ俺も信用するぜよ。キュー太郎さん、かっこいいこと言うね。まったく、お前らを見てると俺がわがままを言ってるみたいに感じるぜ。よし、あとは頑張れよサラ。お前に全てかかってるからな。あ、任せてくれ。それでは席に着きましょうか。カイさん、今カイさんの票の意味を考えている場合ではない。そうだよね。カイさんなんでキュー太郎さんに入れたんだろう。ここまでの話し合いで、ここからが本番だ。よし、心の準備ができたら絵画の男に話しかけよう。あ、絵画の男が喋ってたのか。このなんだっけ、アルジーだっけ。じゃあ話しかけるか。ちょっと話しかける。他の人たちにも話しかけようか。頼んだぜサラ、お前さんならきっとできる。大事なことはパニックにならないことです。おまわりさん死ぬのは嫌だから頑張ってね。いやー、ドキドキすんな。信じてるぜサラ。人形はぐったりと椅子に座っている。じゃあ話しかけますか。はい。よー、長かったな。これからルール説明をしてもいいかい。オッケー、いいよ。あんた、さっきこの部屋で銃と弾丸を見つけたよな。そして別の部屋でダミーの弾丸も見つけたはずだ。実弾は3発、ダミーは6発あるよな。はい。合計9発の弾丸をこの銃にセットできるわけだ。その9発の弾丸を全員に、つまり人間か人形に好きな順で打ち込んでくれ。なおセットした弾丸は時計回りに発射されていくが、前段セットした瞬間弾丸は自動で回転して止まる。つまりどの弾からスタートするかは謎だ。すべて打ち込んで全員が、人間が全員生存しているや、あんたの勝ちさ。名付けてロシアンルーレット、そのままだな。簡単にもう一度説明しようか。なるほど、自動で回転してしまうと。これ銃を弾を入れるこう順番的なものは自分で決めていいのかな。ちょっともう一回説明聞いておこう。一応これ大事だからね。実弾3発、ダミー6発を好きなように銃にセットしろ。時計回りに弾丸は発射されるが、スタートはランダムだ。人間か人形、好きなやつを撃て。人間が全員生存すればあんたの勝ちさ。OK。なるほどね。よし、それじゃあ始めよう。まずは好きなように弾丸をセットしな。終わりたい。
終われない。あー、なるほどね。人間を全員助けるためにはか、考えようか。こうかな、こうじゃない。こうすればこのダミー2発実弾1発、ダミー2発実弾1発、ダミー2発実弾1発にすればどこからスタートしたとしてもわかるんじゃないか。最初に人形に3発打ち込めばあのどこが実弾かっていうのはわかるはずじゃん。でそしたら4つのダミーは残るはずだからいけるんじゃないか。よし、それで決定か。はい、よし、弾倉を銃にセットしな。それじゃあ銃の弾倉が回転するぜ。シャカ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 。はい、止まったぜ。さあ好きなやつを順に撃っていきな。おっと、もちろん同じやつを撃ったり的に相談なんかしたら反則だぜ。なーに、たった3発だ。簡単なゲームだろ。ここだけは外せない。一人でやり遂げるんだ。ではまずダミーに打ち込みます。はい、人形は無傷。はい、でもう一発人形に打ち込みます。人形の頭弾け飛んだ。 OK。 で次の2発がダミーのはずなのでまずジョー君を助けましょう。はい、大丈夫。へへへ、心臓が爆発しそうだったぜ。ジョーは生き延びたと。で次に刑事さんを撃ちましょう。大丈夫なはず。はい、大丈夫。生きた心地がしなかったよ。刑事は生き延びたと。でここでまた人形に撃つと。はい、で死ぬでしょ。人形の頭弾け飛んだ。で九太郎さんに撃つ。これで大丈夫なんだな。九太郎は生き延びた。で、カイさん撃ちます。はい、 OK。 お見事、カイは生き延びた。であとは残りは、はい、ターンと人形の頭弾け飛んだ。で最後にダミーの弾を打ち込むと。人形は無傷だった。あーすごい、天才だった。おお、見事、よくやったじゃないか。文句なしであんたの勝ちだよ。どうやらあんたにはこんな謎解き楽勝だったみたいだな。いやー、任せてくださいよ。私すごくね、ちょっと考えただけで分かっちゃったよ。実に鮮やかだ。俺の右腕にふさわしいぜ。ってことで右腕やるぜ。はっはっは、喜んでくれたかい。もらってやってくれよ。じゃあな。サラ、よくやったな。ああ、見直したか。正直お前さんを甘く見てたのは反省するぜ。サラさん、その腕は作り物ですよ。ひどい仕掛けです。上から降ってきました。体を探して、だったっけ？あ、人形の首の目もあれに関係しそうだね。持って行った方がいいってことすか。仕方ねえな、この箱にまとめて運んでやるぜよ。九太郎は箱に腕を放り込んだ。なんて雑なしまい方だ。うん、手がかりになりそうなものも手に入れたし、出ようか。結局捜査戻ってきてねえっすよ。あれ、どこまで行ったんだろうね。はぐれちまったか。しょうがねえな。サラ、お前ソウさんと一緒だったんだろ。一人じゃ危ないし、俺が一緒に探しに行ってやるよ。ジョー、刑事さんがいい、キュー太郎さんがいい、カイさんがいい。いや、刑事さんもいいけど、やっぱ、ジョーだよね。へへ、珍しく素直だな。私はずっと素直だ。さて、先に出るよ。あ、待ってくれよ。ちょっとだけいいっすか。行ってしまった。サラさん。はい。先ほどお礼を言いそびれました。大役を果たしたあなたへの感謝を述べたいのです。
大変プレッシャーのかかる中、私たちを救ってくれてありがとうございます。なんかさ、このゲーム本当に全部 BGM いいよね。うん、どういたしまして。これしき当然です。いや、どう、いや、これしき当然です。勇ましい。サラさん、あなたは波の高校生ではありませんね。刑事さんは頭が切れると言ってましたが、本当にあなたが優れているのは心です。まさしく鋼のメンタルですね。鋼面です。しかし、無理をすれば人はダメージを受けます。あまり気負ってはいけませんからね。はい。そういえば、カイさんはなぜあの時、カイさん、え、どうした？サラさん？どうかしましたか？何？なぜ今になって気づいてしまったんだろう。思い出してしまったんだろう。カイさんは、あのストーカーだ。顔色が悪いですね。いえ。言葉が詰まって出ない。怪しまれちゃいけないのに、悟られてはいけないのに。この人は、一体、サラさん。サラ、大丈夫か？そう。大丈夫だ。少し気が抜けただけで。無理すんな。肩かすって。少し休もうぜ。歩こう。歩けば落ち着く気がするんだ。わかった。サラ。もう大丈夫だ。本当かよ。本当だ。その代わり、弱音を吐いたらすぐに助けに来るんだぞ。人を顎で使う元気はあるんだな。仕方ね。いつでも吐いちまえよ。ジョーにはまだ言えない。ちょっとさ、サラちゃんの喋り方やっと定着してきた気がする。ちょっと武士っぽい喋り方にするわね。侍女だからね。ってことで、ここまで来たけれども。時間はどうかな？ああ、時間結構経ってんね。じゃあいい感じなんで今日はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。なんかね、割とあっさりクリアできたね。よかったよかった。こういうロシアンルーレット的ゲーム内でしかやったことないけど、実際にやるってなったら本当に、もう私も絶対冷静でいられないと思うから。いや、サラちゃんすごいよ、やり遂げたの。かっこいいわ。ってことで、また次回、おつぴよでーす。